私はずっと、あやかしが全てパレットを教えられてきた。あいつやめたか。それがいいことなのか分からなくなってきた。なんて、今はあまり信じてる場合じゃないわね。早くここを抜け出さないと。私は少し休んでいくから、あなたは先に行ってて。すぐに追いつくから。あと、これも食って。この間の俺。
Thank you.
Ah!
再会できて何より。申したでしょう。この身滅びようと最後までと。よく来たの。パンベイと二人でずっと待っておった。書に神職を忘れた末に、私は死と出会った。死より授かりしは未来を見通す力。されど見えしは己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ変えんとする力。待っていたのは我々だけではありません。私からもお伝えしたいことはありますが、奥であなたを待っているお方がいらっしゃいます。積もる話がありましょう。私からも また会える日が来るとは。すっかり大きくなりましたね。史上はこれまで、今は喜んでばかりはいられません。あなたが倒れた後、
藤吉郎は国中の霊石を奪い、その力をもって日の本を手中に収めてしまいました。あの者を止めるための手がかりは今日の平等院に向かってくれますか。かつての友の豹変、さぞ驚いたことでしょう。大竹丸、藤吉郎についたあやかしの名です。破壊と暴虐を尽くし、人々を恐怖に陥れた古のあやかし。しかし、いずこかより現れた若者のあやかしを滅ぼす刀で首を落とされ、大竹丸は今日の平等院へと封印されました。ところが、大竹丸の思念は赤き目の男へと姿を変え、人々に取り付き、うつしおで戦乱を引き起こしているのです。この世を新たまで満たし、いつしか己神をよみがえらせんがため、不死の力とあやかしを滅する力、刀はソハヤマルと名付けられ、人々へ受け継がれていきました。しかし、今やあやかしを滅する力は失われてしまいました。そう、私が死の間際あなたに託した小刀、それこそが砕かれたソハヤマルなのです。かつて大竹丸が封印されていた平等院、そこにはソハヤマルの秘密も共に眠っていると聞きます。その力を取り戻す手がかりをつかめるでしょう。決心はつき、ありがとう。あの者を止めることこそあなたの定め、どうか気をつけて。重き定めを許してください。Thank you.